はい、皆さんこんにちは。今回は中学校3年生の関係代名詞四角風ウィッチ、関係代名詞の1回目の授業を一緒にやっていきたいと思います。今回も概要欄の方にこのプリントを、アップロードしてありますんで、ダウンロードしたり、もしくは、ダウンロードできない人は、黒板の方を止めたりしてね、一緒に問題の方を確認しながら、理解していきましょう。ではまず復習という形で2つの文を皆さんに用意しました。関係代名詞がどういうものなのかっていう前に、まずはこの2つの文を1回ストップしてね、書ける人は下に英作文書いてみてください。いいですかね。それでは、1回ストップしてどうぞ。はい、では一緒にこの、2つの文英作文をしていきたいと思います。英語の基本っていうのは誰がどうする、主語動詞から必ず書くっていうところは今回のところも変わりません。なのでしっかりと色ペン持ってね、この主語動詞まず確認しながら英作文やっていきましょう。私はペンを持っている、これはもう大丈夫ですね。はい、文末の持っているっていうところが動詞、そして私はが主語なので、私は持っているっていうところから文を組み立てていく。私はは、はい、そして持っているはハブ、そしてペンをって言ってるからあ、ペン、あ、忘れんようにね。はい、これで I have a pen、 これで OK です。はい、2つ目です。2つ目の文っていうのはちょっと長めの文になってるんですけれども、3年生で習った、もしくはね、今で言うと2年生かな、2年生の最後に受動体ってやりました。この文が正しく書けてるでしょうか。見ていきましょうか。はい、まずは日本語文末見てみると、買われたものです。買われたものっていうところ、まあ、買われたっていうところが動詞なんでね、チェックつけてもらって、違うもう一つの色ペンでね、れっていうところに丸つけてください。今回何々されっていうふうに言ってるから、このれっていうのがキーワードで受動体受け身の文です。なので受け身の文っていうのは B 動詞プラス過去分詞、セットで受動体過去、受け身でしたね。なので今回それは買われたっていう主語動詞なので、この文からまずは組み立てていく。はい、そうするとそれっていうのは it なので it から始めて、そして買われた、もう一つ言っておきましょうか、たって言ってるからこいつで過去形ですね。はい、そうすると B 動詞っていうのは過去形にすればいいわけだから it was、 はい、 by の過去形 bought です。過去分詞ね、 bought です。過去分詞は bought、 it was bought、 それは買われましたっていうふうになりますね。はい、あとは私の父によってっていうふうなので、この後ろに誰々によってっていう文っていうのを組み立てれば OK。はい、なので今回は、誰々によっては by、 そして私の父って言ってるから my father。 はい、そして時間は最後に書けばいいので、昨日ってチェック入れたら最後の部分、まあ、ここ見えますかね、大丈夫ですかね、ちょっと下に書きましょうか。はい、 yesterday というふうに書いてくれれば OK です。はい、 it was bought by my father yesterday、 これで OK ですね。はい、この復習の2つの文、これをこれからどうやって使っていくかっていうと、この関係代名詞っていうのに関わってきます。一言で言うと、この2つの文をまとめて1つの文を完成させる。なので一文としては長くなるんですけれども、言いたいことっていうのが1つの文で表せる、そういうメリットがあります。じゃあどういうふうに見ていくかなんですが、この前と後ろの文が続いている文だと思ってください。まあ、続いている形ね。そうすると前の文のある単語と後ろの文のある単語、同じものを指しているものございませんか。ペン、私はペンを持っている、ペンと it was bought、 それは買われた。つまりこのあ、ペン、ちょっと四角囲ってください。そしてその後ろの it、 主語ですね、このあ、ペンと it っていうのは同じものを指しています。そうしたとき、これがペンがどんなものなのかっていうのがこの後ろの内容になりますね。ペンってどんなものなのかっていうと、昨日私の父に買われたものなんです。じゃあこのペンを説明する文ということで関係代名詞今から使っていきます。じゃあ行きましょう。はい、どうするかっていうと、はい、この後ろの it、 主語の位置にあるものをある形に変えていきます。それが今回の関係代名詞ものなので、which って使っていきます。はい、まず後ろの形から変形させていきましょう。はい、which に変えて、which was bought by my father yesterday。 which
which was bought by my father yesterday。 はい、この後ろのこの which から yesterday までの文をどうするかというと、これをペンの後ろにそのままくっつけるだけ。じゃあどういう形になるかっていうと、 I have a penWhich was bought by my father yesterday。 この後ろの部分が関係代名詞 which を使うことによって、このちょっとこれずれてる、ずらしたけどね、ここ書けないんで、この which っていうのがどんなペンなのかを詳しく後ろから説明してあげてる。なのでこうこうこういうペンを I have 持っていますよっていうふうに、英語として表すことができます。なので I have a pen which was bought by my father yesterday。 ちょっと長いですけれどもね、こういう風に関係代名詞の which っていうのを使うことによって、この前の名詞、詳しく説明することができます。じゃあ下にね、日本語訳の方だけちょっと書いて、次のポイントの説明もう一回ね、まとめとしていきたいと思いますんで、この下のところを日本語だけ書いておきます。はい、 I have a pen、ただしその後ろどんなペンなのかを先に書いていくので、私は、昨日Yesterday、私の父に was bought、 買われた、はい、ペンを have 持っている。はい、こういう形で一つの文でまとめることができます。日本語もう一回確認しておきますよ。はい、私はが主語、そしてこの一文の動詞っていうのは文末などに持っている。はい、どんな、何を持っているのかっていうとペンなんだけど、どんなペンかっていうと、昨日私の父に買われたペンね。今赤で四角で囲った部分がペンの説明です。英作文するときにはどんな名詞なのかを説明している部分を四角で囲ってください。そうすると、その後ろ関係代名詞を使って、文を組み立てることができます。では、ポイントのところで、どういうふうにこの関係代名詞、使って、どういうふうな後ろの並び方になっているのかを詳しく一緒に見ていこうと思いますので、そのままポイント欄の方に移動します。さあ、ではポイントの説明の方に移りたいと思います。今ね、2つの文にするっていう関係代名詞を使い方っていうのを簡単にね、ざっくばらんにダッてやったんですけれども、具体的な順番の並びだったりとか、あとは使われているね、名称の名前だったりとかも一緒に合わせて見ていきたいと思います。さあ、今回関係代名詞なんですが、さっきは which っていうのを使いました。実は今回もう一つ関係代名詞の who と、あとは今回は使いませんが、次回の that、ね、関係代名詞には全部で3種類あります。 who、which、that、 その使い分け、まずは見ていきたいと思います。はい、まずは関係代名詞の主格、主格っていうところね、ちょっとね、丸囲っておいてください。はい、ここのところつなげてね、どういうことかっていうと、これはさっきの1つの、2つの文のうち後ろのやつの it っていうのを which に変えました。あの it っていうのは主語の位置にありましたね。つまり、まあ主語の代わりみたいな意味合いで捉えてくれれば OK です。なので主語の位置に置かれる関係代名詞のことを主格の関係代名詞というわけです。さあ、今回はその主格の関係代名詞を使って、前にある名詞、どんな名詞なのかを詳しく説明していきましたね。はい、その前の名詞のことを、はい、これ線引っ張って先行詞っていう言葉、四角で囲っておいてください。学校の授業の時には先行詞はどれですかとかみたいな形で聞かれたりするんで、この関係代名詞の前にある名詞、これを先行詞として、選んでください。さあ、今回はその先行詞が人の場合、関係代名詞の who っていうものを使って、主語の代わり、主格なので、当然その後ろ、英語の基本は主語動詞だから、主格の後ろは当然来るのは線引っ張って動詞に丸囲っておいてください。はい、関係代名詞の後ろが動詞だったらこれは主格として使われている。逆に言うと、その関係代名詞の後ろに動詞を持ってこれば、この単元は OK だという話になります。こうこうする名詞っていう形になっていくんで、そういうふうに説明の方を加えてくれれば OK です。じゃあ
そうしたら人じゃなくて次関係代名詞の資格として先行詞がはい物だったら、はい物の場合は which を使う。その後ろの語順の並びは一緒、動詞を持ってくる。who 動詞、which 動詞、これでこうこうする名詞というふうに訳してくれれば OK です。具体的にはね、その下に練習問題、載せてありますので、一緒に英作文をやりながらね、解説でも触れていきますんで、何回も繰り返し繰り返し練習してできるように、やっていきましょう。それでは、練習問題もうねこうかなと思ってできる人は練習問題をそのまま解いてもらって、その後解説を見てもらえれば結構ですし、ちょっと自信がないなっていう人は一緒にね、この例文、続きの例文をね、やりながら練習してくれれば OK ですんで、自分の英語の得意不得意に、合わせてね、授業の方を、使ってくれればと思います。それでは、練習問題の方に移動します。はい、それでは練習問題の1番からまずはね5番まで一緒に見ていきたいと思います。さっきも伝えたように英作文できる人はね先に英作文してから解説見てください。苦手な人は、一緒に これからね、解説していきますので、まずはどういう風に文を作るのかというところを一緒に練習していきましょう。では早速いきたいと思います。はい、まず丸の1番、私にはカナダ出身の友達がいます。はい、今回の文っていうのも関係なく主語動詞しっかりチェックつけていきます。文末にね動詞があるんで、いますっていうところを丸囲ってください。そして私にはって言ってるので、私にはいますっていうところから必ず書く。はい、私は持っているっていうことで考えてくれれば I have っていうふうに書けると思います。はい、じゃあそうしたら今回何がいるのっていうふうに突っ込んでみてください。それを一語で表すと、今回友達がいるわけだね。なので友達っていうのを先に書いて、はい、カナダ出身のっていうのが今回友達の詳しい説明なので、日本語では前から説明してるんですが、英語の時には先に名詞を書いてその後ろから説明する。はい、なので今回は友達って言ってるので I have a friend。 はい、じゃあどんな友達かっていうとね、はい、カナダ出身のって言ってます。はい、今回関係代名詞を使うので、今回先行詞は人です。だから今回は who っていうのを使ってカナダ出身ですっていう風な文を後ろに組み立てる。なのでアフレンドに合わせてここの動詞を選んでくださいね。なので be 動詞 is に形使って、あとは from、 はい、カナダ、おっとちょっとはみ出ちゃった。はい、who is from カナダな友達を持っている、私はカナダ出身の友達を持っているっていう風な意味になります。 I have a friend who is from Canada。 はい、これで OK ということになります。いいですね、やり方どんどん覚えていってくださいね。では次丸の2番、あれは知事によって作られた本ですと言ってます。はい、まずは動詞の部分というのは何々です。はい、あれは何々ですっていう主語動詞しっかりまずは書いてみましょう。はい、そうするとあれっていうのは that、 はい、そして is。 はい、じゃああれは何なのかっていうのを一語で言うと本です。なので that is a book。 はい、どんな本なのかっていうと父によって作られた本って言ってるから、この後ろの部分ちょっと最後ねはみ出ないようにちょっと閉じるのやめておきますね。はい、父によって作られってあるので今回ここは受動態たーってあるから過去ですね。なので B 動詞の過去形の受動態を作ってあげれば OK。 じゃあ関係代名詞を使うと先行詞はものだから which を使って、 which、 はい、先行詞は単数だから was、 はい、作られただから made、 これで作られた。はい、父によってって言ってるので、もうここ全部黄色で書くね。by, my, father と。はい。やっぱりこれ閉じなくてよかったね。はい、ここまで言ってましたね。はい、which was made by my father な本っていうことです。父によって作られた本ですっていう文になっていきます。いいですかね。日本語をしっかりと見てね、どこの部分が名詞を説明しているのかしっかりと判断してください。じゃあ続いていきます。私はこの本を書いた男の人を知っている。はい、日本語の文の最後知っているが動詞です。
はい、主語はっていうと私は。なので私は知っているから文を必ず書いてください。これね、間違っても、あのこの書いたとか作られたとか、出身ですみたいな形で、ここのね動詞の部分間違える人結構いるんですけど、これやめてくださいね、間違えないようにね。必ず文の最後が動詞っていう風に捉えて、知っているって言ってるから、今回は私は知っている、 I know、 私は知ってますよ。はい、突っ込むんです。何を知ってんの？男の人を。だから男の人を先に書いて、はい、この本を書いたっていう風に言ってるんで、この前の部分が後ろの名詞を説明。なのでこの後ろの部分っていうのも、ちょっとこれも四角閉じるのやめとくね。はい、この本を書いた男の人っていう順番にしてくれればいい。はい、そうすると男の人だから a man、 I know a man。 はい、あとは関係代名詞を使って表したい場合、先行詞は人だから who、 そして書いたって言ってるから過去形だね。この後ろに動詞を持ってくる。 who、 light の過去形 wrote、Who wrote? はい、この本を書いただから wrote this book。 はい、これで、この文というのは完成ということになります。 I know a man who wrote this book。 この本を書いた男の人を知っている、こういうふうな文の作りになる。いいね。必ず先行詞の後ろ関係代名詞を使った場合、ここの部分は全部動詞なんでね、 was made、 is っていう形で関係代名詞の後ろ動詞を持ってくる。いいですね。じゃあ4番目。これは私を幸せにした本です。はい、日本語の部分、文末ですって言ってるので、これは何々ですっていう文から必ず書く。はい、なので今回これはだから this。はい、そして、何々ですだから this is。はい、何かっていうと本なんだね。なので this is 本。なので a book。はい、どんな本かっていうと、私を幸せにした本だね。なのでその後ろに関係代名詞を使って、私を幸せにしたっていうふうに書いてくれれば OK。 ちなみにここ、私を幸せにするっていうのは make っていうのを使って、 make AB で A を B にするっていう意味。これも英作文とかでね、自由作文とかでよく使っていけるんで、make AB で A を B にするっていうのは、これね、すごく大事なんで覚えておくと便利です。make AB、A を B にする。はい、今回、したって言ってるから、過去に直さないといけないね。はい、今回、book なので、先行詞は物、which、はい、過去形にする、made、私を、me、そして、幸せ、happy。はい、which made me happy。 これで私を幸せにしたっていう文で、前の a book っていうのを説明することができる。はい、this is a book which made me happy。 これで OK ということになります。いいですかね。だいぶ文が長くなってくるんでね、並び替え問題とかの時に結構厄介なんですけれども、英作文をする力っていうのを身につけていれば並び替えもできる。だからしっかりと英作文の練習っていうところでね、関係代名詞練習してみてください。では5番目いきます。向こうを歩いている男の人は有名なサッカー選手です。はい、まず今までと違う文の作りになってますね。今回、主語の部分、動詞から見ていきましょうか。はい、何々ですっていうふうに言ってます。主語はっていうと、向こうを歩いている男の人はっていうふうに、主語の部分が長くなってる。一言で言うと男の人なんだけど、どんな男の人かっていうと、向こうを歩いている男の人ね。そうすると今までこの1番から4番までは関係代名詞後ろに持ってきてたんだけど、今回この後ろに置くっていう考え方は捨ててくださいね。前の名詞を説明したいからたまたま後ろになったんです。当然主語をこの位置、名詞を説明したい、主語の位置を説明したい場合は、その主語の位置の名詞の後ろに置くので、主語が頭でっかちになることだってあるわけです。今回は男の人は男の人なんだけど、向こうを歩いてる男の人。なので今回文の先頭に関係代名詞持ってきます。はい、そうするとちょっと書くスペースが際どくなってきたんです。ここに書きますね。はい、向こうを歩いてる男の人。まず男の人から書く。
はい、なので、あまん。はい、向こうを歩いているっていうのを関係代名詞を使って表していく。そうすると先行詞は人なので、ふ。はい、ていがあるから、今回の部分っていうのは気をつけてくださいね。これは進行形を作ります。ていがあったら進行形。歩くはウォークです。なので、先行詞、現在進行形だから、who is walking。そして、向こうっていうのは、ここ、先、ちょっと見えなくなってるので、下に書きますね。やばいな。ちょっと場所がだいぶなくなってきたんで、ちょっと、テンパってるんですけれども。over there。a man who is walking over there。 ここまでが長いですけれども主語です。大丈夫ですかね、切れてませんかね、大丈夫ね。はい、これはサッカー選手ですって言ってるので、主語はここまでが長いですけれども、大丈夫ですかね、部分になります、主語になります。はい、そうするとですって言ってるから、ここのところ is です。はい、あとは有名なサッカー選手なので、ちょっとごめんね、こう言ってしまいますけれども、うまいこと、しっかりと見てください。is a famous、サッカープレイヤーっていうことになっていきます。いいですかね。ちょっとずらしますね。いいですかね。はい。大丈夫ですかね。はい、ちょっと長くなってこの辺いびつになりましたが、 A man who is walking over there is a famous soccer player。 長いですけれどもね、関係代名詞を使った英作文、まだ6番から続けてやっていきたいと思いますので、そのまま続いていきましょう。はい、それでは6番から10番まで解説一緒に見ていきたいと思います。はい、まずは、6番目、その国で話されている言語は英語です。はい、まずは英語の基本は主語動詞なので、文末のですっていうところにチェック。はい、主語はっていうとちょっと長いんですけれども、その国で話されている言語は、ここまでですね。はい、そうすると一言でいきましょう。何が？言語は、ここが主語ですね。はい、そうするとどんな言語かっていうのがその前説明されています。その国で話されている言語なので、今回は先に言語っていう部分から必ず書いてあげましょう。はい、そうすると、今回言語っていうのはランゲージ。はい、まあ、あでもザでもいいんですかね、ザにしておきましょうか。 The language。 はい、これでその言語、はい、どんな言語かっていうと、その国で話されているっていう部分ですね。はい、例ってあるので、今回受動態です。はい、なので、関係代名詞人以外だから which を使って、 which is spoken、 which is spoken。はい、その国の中でってことなので、その後ろを前置詞使って in the country。 長いですね。はい、ここまでが長いんですけれども、主語という形で、はい、くくっときますよ。ここが主語です。長っ。 The language which is spoken in the country、ここまでが主語。はい、そしてそれが何々ですって言ってるので、ようやく動詞です。 The language which is spoken in the country is 英語です。 English。 はい、文の後ろの方が超スリム。はい、長いんですけれども、これが正解という形になっていきます。 The language which is spoken in the country is English。 これで OK です。いいですかね。はい、7番目、ケンは音楽が好きな少年ですかっていうふうに言ってます。はい、ですかっていう風に言ってるので、かに丸つけておくと、こいつが疑問文っていうことを気づきますね。はい、じゃあそうすると、ケンはが主語なので、よいしょ。はい、ケンは何々ですって言ったら、ケン is。はい、疑問文にするから、is を前に出してあげれば、is ケンっていう形になっていきますね。なので、これ関係代名詞の方に気を取られすぎて、can is ってなる子結構多いんですけれども、 be 動詞なので前に出して疑問文形作ってくださいね。 is can。 はい、何かっていうふうに言うと、少年、どんな少年かっていうと、音楽が好きな少年ですね。なので今回は is can、 はい、少年 a boy、 is can a boy。
はい、どんな少年かっていうと、関係代名詞を使って今回表してみましょう。はい、少年、先行詞が人なので、who を使って、a boy, who? はい、三人称単数だから、この後ろ、like そのままじゃいけませんね。いいね。ここの先行詞にこの動詞合わせるんだよ。現在形だから、s つけて、who likes って言って。この s っていうのはここから来てるんでね。はい、なので、who likes music。はい、ここまでが who の、部分で前の名詞を説明しています。Is Ken a boy who likes music? はい、これで OK ということですね。じゃあ8番目。これはアミによって作られたケーキではありません。はい、ではありませんにチェック入れてもらって否定文です。はい、これは何々ではないっていう風な文を先に作れば OK ですね。はい、なので、これはっていうのは this。はい、そしたら、this is not, this isn't。This isn't、はい、何かっていうとケーキ、はい、なのでケーキっていうのを先に書いて、網によって作られたっていう部分をケーキの後ろに関係代名詞使って説明してあげれば OK、はい、ケーキっていうので A cake This isn't a cake、はい、その後ろ関係代名詞を使って完成させていきましょう。はい、今回作られ、れってあるのでやっぱこいつも受動態、そしてたってあるから過去。はい、関係代名詞、先行詞はものだから which です。はい、作られた。なので was made。 はい、網によってっていう風に言われてるので、その後ろ by 網っていう風に変えてくれれば OK ですね。はい、長いですけれどもこれで完成と。はい、 This isn't a cake which was made by 網。これで、アミによって作られたケーキではないという形が出来上がります。いいですかね。ちょっとずつ慣れてきました？じゃあ9番目いきます。これは駅に行くバスです。はい、なので、ですって言ってるから動詞、B 動詞使うのかな？はい、これは何々ですっていうことですね。はい、なので、今回は this is。はい、何かっていうと、駅に行くバス。バスっていうのがどんなバスなのかを駅に行くっていうのが、詳しく説明してますね。はい、なので先にバスを書く。はい、This is a bus。 はい、どんなバスかっていうと関係代名詞を使って、主語三人称単数なんで気をつけてくださいね、先行詞はものだから which。 はい、行くって言ってるので go です。ただし三人称単数だね。だからここのところ goes にしてください。 which goes to、駅に行くだから the station。 はい、これで関係代名詞の部分が完成と、This is a bus which goes to the station。 はい、which goes to the station がバスの説明です、その駅に行くバスですっていう風な形になります。駅に行くバスですっていう形でこれで終了です。じゃあ最後10番。はい、ちょっと長めでね、難しい文に見えるかもしれませんが、同じようにいきます。はい、文末、住んでいますっていうところが、これ文の動詞です。はい、カナはっていうところなので、カナは住んでいるっていう部分から必ず書いてください。そうすると、カナ、はい、リブ、はい、三人称単数でリブズ。はい、じゃあ、どこに住んでいるかっていうと、家にです。はい、住んでいる、in、でも the でもどちらでもいいですけど in a house。 まあ厳密に言うとね the の方が多いんですが、中学生英語の場合っていうのはそこまでねこの前の漢詞っていうのを細かく見るっていう習性ないので、ここはね必ず何か漢詞を入れてあげるようにしてくれれば OK です。もしくは a、 もしくは the ですね。Kana lives in the house。 Kana lives in a house。 はい、この後ろどんな家なのかっていうのを関係代名詞使って説明してくれれば OK です。はい、その後ろ大きな庭のある、大きな庭があるってことはどういうことかっていうことで動詞考えればいいですね。大きな家を、大きな庭を持っている家。まあこういうふうに日本語変えてみましょう。そうすると関係代名詞、先行詞が人だ、ものだから which を使って、先行詞三人称単数ね。だから have じゃなくて has。はい、大きな庭だから a big garden。
はい、こうしてくれれば OK ですね。 Which has a big garden な家という形になります。 Kana lives in a house which has a big garden。 大きな庭を持っている家に住んでいるっていう形になります。 Live in 何々でどこどこに住むね。しっかりとこの部分っていうのは書けるようにしてください。今1番から10番までね、一緒に見ていった形になりますけれども、何回も何回も繰り返しね、作文の練習、同じ例文をね書いて書き方覚えておいてください。単語が少々ね変わったとしても、書き方は変わりませんので、英作文の力をつけるために、同じ文っていうのを習得もう覚えてしまう、それがね一番近道だと思います。今回の関係代名詞の資格、結構時間的にもね長く取りましたけれども、これで終わりにしたいと思います。また目的格だったりとかね、関係代名詞の後分詞だったりとか、いろいろと文が長くなってくる要素、含まれてきますんで、一つ一つ正確にね書けるように練習していってください。それでは、これで関係代名詞資格フーウィッチ、終わりにしたいと思います。最後まで見ていただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それではありがとうございました。